はい、皆さん、こんにちは。竹千代です。今日も手帳タイムをしていきたいと思います。えー、昨日ですね、インスタグラムではアップしたんですけれども、えー、ミニ録強化週間ということで、1週間ね、英語を封印することにしました。というのもね、もういい加減ね、英語サイズも使って、 で1 2ヶ月経ったのかななんかもうさ12ヶ月経つとさ次の違うサイズね使いたくなってくるんですよ私は。なんでえっ、ー、といろんなねここのところいろんなサイズ M6 とか M5 とか。 バイブルとかねいろんなサイズを試していたんですけれどもついぞ続かずね、えー、英語に戻ってきてしまっていたんですねまあこうなったらもう英語を封印してひたすらそのサイズを使うしかないとで、まあ、ひたすらねその M6 だったら M6 なりで1週間ずっと使い続ければその筆記面積にもねまた慣れが戻ってくると思うのでちょっと今週は M6 ね強化週間ということで、えー、英語サイズはちょっとね はい、さえならして、M6 をね、使っていきたいなと思っております。 で、こうやってなんかいろんなサイズを使ってるとさ、え、じゃあもともとそのサイズで使ってたリフィルとかどうするのって思われるかもしれないんですけど、私はそのまま放置します。<laughs> 普通に別になんかミニ6に行こうが、えっ、ー、と M5 に行こうが、バイブルに行こうが、もう普通にさ、2023年のリフィルはリフィルであるんですよ。あ、2022年だ。リフィルはあるので、もうそっから普通にスタートしちゃいますね。私の場合はね。なんで、なんか使わなかった月とか、 かあのまあ確かにあるんですけれども別になんかそれはもったいないとは思わず普通になんだろうメモ紙みたいな感じで使ってしまいますで昨日セットアップしたのがこちらのねメモリストのプロポーズベアのこちらのシステム手帳にいろいろ入れてみましたこんな感じです確かねリング径は1 3ミリなんですけれどもおそらくねえー、っと何だろう ミニ6に全部一元化するってなると1 9ミリぐらいあった方がいいとは思うんですけれども普通になんていうのマンスリーとかウィークリーとかあとちょろっとね日記書く分ぐらいだったら1 3ミリでもね最近私は足りるようになってきました。昔は M6 に関しては、リング形は大きければ大きいほどいいということで、25ミリリング出ないかなとか思ってたんですけれども、まあ今でもね、25ミリリングあったらいいなとは思うんですけれども、思うんだけれども、とりあえずまあ13ミリぐらい足りてるので、こんな感じになっております。13だとこのぐらいで、 まだ余裕がある感じですね。まだもうちょっとね、入れることはできます。でメモリストの、ね、手帳に関しては、えーと、このカバーの方ね、ジャケットの方はね、そこまでハー,ドなかハードな素材ではないので、なんでもっともっと中身ね、入れて、結構このぐらいね、 まだ余裕があるのでまだブクブク太らせることは可能ですただここら辺がさえちょっと歪んじゃうかもしれないんですけれどもそれ気にならなければ全然あの余裕でねもっともっと入れることができますのでおすすめでございます今ね amazon とか見るとねミニ6に関してはこれね一回ね再販したんですけれどもこの間もうなくなってたかな今あのー まだ何種類かはね全然あるとは思うんですけれどもミニ6サイズのこのプロポーズのマさんのやつは多分柄がなかったと思います。でこんな感じですねで。メモリストのミニ6サイズはこのねまあジャケットとプラスこちらの色ねこの色がねなんかグレーの やつにかける絵柄のやつとあとこの茶色のかけ,茶色かける絵柄のやつが2種類あるので、まあ、それはもう絵柄によってさそれここがグレーかどうかは全然違ってくるんですけれどもそういうなんか選び方の楽しみみたいなのもあるのでぜひぜひ見てみてください。で一応パラパラしてみますか。 パラパラすると中身のこう開いてこんな感じですね。まあここ今デコ見えてるけどこれマイキーでしょ。でこれはアッシュフォードのメモですね。でこれはマンスリーに貼る用の小さいシールとここにメモリストのリフィルですね。グレーグレー系のこのリフィルがそのままポッケーにインしております。昨日ねメモリストのえっ、ー、と YouTube で森本さんがその手帳の中身の移動 森本さんはね、なんか月の初めとかにそのシステムでちょっとジャケットを変えるらしくって、それのなんか移動動画みたいなのをアップされてたんですけれども、森本さん、ここに、ね、なんかレシートとか領収書とかを色々いろいろ挟むって言ってましたね。で、これ開いて、これはもう原型ないんですけど、アッシュフォードのプロテクターになります。まあ、プロテクターの、えー、っと効能 プロテクター入れることによって何がいいかっていうと、まあ、一番はみんな,なんかリフィル巻き込み防止とか言われるんですけれどもぶっちゃけリフィル巻き込み防止の役割を果たす時ってめちゃくちゃなんかそのリフィル入れてなきゃ。 そこまでね、関係ないと思うんですよね。なんで、私はほぼほぼ飾りで入れております。あとは、例えばなんか、その1ページ目にさ、がっつりなんか文字書いたやつをさ、こうしまってしまうと、こっち、夏とか特にさ、こっちに色が映っちゃったりするのよ。マンネースのインクにしろ、ボールペンのインクにしろ、なんかね、 インクがねこっちになんか映っちゃったりとかするのでそれを防止するためにこういうやつがねあると手帳本体をえ汚れから守ってくれるっていうね役割もあるんじゃないのかなと思います。で裏返すと漱石先生ですね創石先生とここにね。 コーナーシール貼ってあるのでここにもなんか切ったとかいろいろ挟めるようになっておりますでこのドントフォーゲットこちらのアッシュフォードのリフィルは何かっていうとえ8、ー、月月曜日から日曜日まで自分でフリーでね、こう丸つけて丸つけたり色塗ったりとかしてでドントフォーゲットあとその時の反省とかねまあ、記録とかいろいろメモをかけるようなこのリフィルを前に一番前に入れておりますなんでこれはもう今日 朝、朝ですね。朝の手帳タイムの時に今日やりたいことと、そのためのアクションみたいなことを書,書くために、えー、一番初めに入れております。最初はさ、あの、そのプロテクターよりも、まずこっちを挟もうと思ったんですけれども、さっきも言った通り、ボールペンとかで万年筆とかで書いて、こっちね、色移りしたらちょっとショックなので、まあ、プロテクターのね、後ろにしました。ただまあ、なんていうの こういうトゥ,ートゥーリスト系のやつってさ、やっぱり目の前にあった方が、前に、一番前にあった方がさ、分かりやすいっていうか、やりやすいじゃないですか。なんで、そういう人は、アッシュフォードのファイルケースリフィルとか、とりあえずね、なんかケース系のリフィルにね、えー、入れとくと、えっ、ー、と、こっちが汚れなくて済むんじゃないのかなと思います。で、次がこちらがレイヤーリフィルですね。レイヤーリフィルと、 レイヤーリフィルはこんなな感じになっております。レイヤーリフィルとあとこっちは、えー、メモリストのオールインワンマンスリーが入ってるんですけれどもこっちに関しては、ね、バチバチに仕事の記録が入ってるのでこういうねあのシークレットリフィル見えないようなリフィルの中に入っております。よいしょ あとは、こっちが、えー、何ペイジムのまた1行日記とか1行予定管理表みたいな感じですね。これ見開きでね、まあ、1月だったら見開きでこう見ることができるので、まあ、マンスリーでまあこうやって管理するのもいいんですけれども、こっちの方が結構割とね見やすかったりとかしますね、フォーマットがすごいシンプルなので。私は日記とかね1行日記を書いております。 で、次がウィークリーですね。ウィークリーはこんな感じで、アッシュフォードのね、ウィークリーを買ってあるので、そちらを使っております。で、こっちがね、昨日ね、めちゃくちゃ悩んだんだけど、一体この手帳にどのペンを刺すかと。なんかね、万年筆もね、いいんだけど、万年筆でさ、例えば出かけた時ね、 あの最低限の荷物で行くじゃんミニ6ってなるとミニ6サイズになるとね結構もうバッグの中にはホイホイ入るんですよなんで英語サイズのようにもうそのねさ、えー、と手帳を入れるためにさめちゃくちゃバッグをでっかくすることっていうのがなくなるからさいよいよもってボディバッグがねまた再び復活するわけなんですけれども そのボディバッグにさ入れる時にさやっぱできるだけ荷物を少なくしたいっていう時にペンケース持っていくのって結構なんか大変じゃないですかなんでそのねこっちに入れるペンもさ万年筆だと1色しか持てないわけでしょだけどボールペンだったら多機能ボールペンだったら4色とか5色とか3色とかねとりあえず3色以上持てるわけじゃないですかなんでそう考えたらさなんかボールペンを合わせといた方がいざ外出するってなった時にめちゃくちゃやりやすいのかな なんでフリクションかっていうと別にフリクションじゃなくていいんですよ。私は、えー、とハイテックシーコレットが好きなのでこっちでいいんですけれどもハイテックシーコレットの5色のね 多機能ボールペンをね今ね仕事で使っておりましてもうこの本体がないのよなんでちょっとその本体に関してはね今日仕事終わりに買ってきてその、ね、5色ね自分の好きな色あのー、これともそうだし他の 例えばアイプラスとかいろんなねゼブラとかペンデルとかいろいろなとこから滝のペンで出てるんですけれどもそのレフィルっていうのはめちゃくちゃたくさんの色が出てるんですよ。なので大体多分自分の好きな色は大体売ってると思う。昔だったらさその何滝のボールペンっていうとやっぱ黒赤青とかのね まあ3色あと緑かなそのぐらいだったと思うんですけれども今ブルー系はブルー系でもう水色みたいなのがあったりすっごいなんかあの濃いネイビー黒に近いネイビーとかもあったりとかでスタンダードの青もあったりとかって結構選びたい放題なんですねなんでもうボールペンのねその滝のボールペンの市場はめちゃくちゃねあの色が選びたい放題インク張りに選びたい放題なので なんで、コンパクトに持ち運ぶってなった場合には、やっぱりなんか万年筆1本こうやって持っていくよりかは、そのボールペン持ってった方がなんかさ、急な予定とかさ、緊急な連絡とかさ、そういうのってさ、あの、黒、黒で書いても目立たないじゃん。そういう時は赤とかさ、その目立つ色で書きたいじゃないですか。なんで、そういう時のために、もしね、私のようにペンケースを持っていくのもだるいっていう人は、やっぱボールペンをさしておいた方がいいんじゃないのかなと思いました。で、 こちらのペンホルダーなんですけれどもこれこのペンホルダーはもともとメモリストの手帳カウントミニ6サイズのね手帳カウドトついてくるものになっておりましてあの3本ぐらいのねこのハイテクシーコレートでも3本ぐらいだったら全然余裕でね少々入るんですけれども多分、ね、5ぐらいになると結構この、まあ、フリクションもそうだけどこのラバーのさ素材とか引っかかってさ結構入んなかったりとかするのよ。あとは今フリクションとかねこね こここにクリップがついててだってっねこれをさ正規のルートでこうやって入れるとさここで引っかかっちゃうわけかなり頭が出るんですよ。なんでよいしょ今ねこうやってみるけど普通に正規の入れ方をしたとしてこれをね閉じますとねかなり頭が出てねなんかちょっとね不格好な感じになってしまうんですね。ななんでそれが気になる人 もしこういういねちょっと頭一つ分出ちゃうボールペンをお持ちの方はこれ逆にして逆にしてこの尻尾の方を、ね、こう入れて。 こちら辺で、ね、長さを、ね、調節するようにして入れるとしっかり、ね、なんか収まりのいい感じにこうやってなりますのでぜひぜひ試してみてください。あとはよくやるのは例えば太軸の、ね、万年筆とかってさ大体のペンホルダー入らないじゃんなのでそのペンホルダー入らない時にペンホルダーを逆さにしてこうやって入れるとその太軸でも、ね、入ったりするのでそういうやり方も、ね、すごくおすすめです。ただやっぱりその逆にする とことによってさその安定性っていうのはちょっと失われるのでそれこそ高級筆記具みたいなの入れる場合はね気をつけてくださいそのやっぱ逆さにしながらこう開いてさポロンってなっちゃったりとかするとさその大変ショックですのでそこら辺はね気をつけてくださいまあ、中身はなんかそんな感じかなあとはそのウィークリプラスと日記系ね雑記系をこうやって入れて入れまして あとここはフリーのメモ帳ですね。これはね、長沢で購入したものなんですけれども、このね、リテロリフィル、何がいいかっていうと、裏に罫線が入ってないんですよ。もう私はね、表しか書かないので、裏に罫線が入ってないだけでね、大変。 大変幸せでございますもう全てのさリフィルさ裏なくていいんだけどさ <laughs> まあそんなこと言うとね万年筆使う人はさよくわかると思うんですよ万年筆ってさ結構裏移りとか裏抜けとかインクによってはバチバチにするじゃないですかなんでそういう方って表しか使わないっていうね片面筆記の民が結構いると思うんですけれどもまあボールペン 平気か1番は私あのー、さっきねハイテク C のこれとか好きって言ったんですけどただね第1位でぶっちぎりで好きなのは無印の0.38なんですよ。なんで無印のさ0.38でさ滝のボールペン出てくれればいいんだけどさ出てないよね多分。なんかね 0.5mm とかだったらあるだと思うんですけど0.38のね確か滝のボールペン出てなかったんじゃないのかな。本当0.38のあれで あのシーンで、あのリフィルで、滝のボールペンが出てきてくれれば、私絶対それめちゃくちゃ使うんですけれども、確かなかったと思う。 で「エイトフリーのメモ帳が入っててあとこれううね「Don'tForget」とか入っててあとは「DaytoLoveRefill」ですねこれも昨日ねメモリストの森本さんがおっしゃってたんですけれど森本さんはこれはね結構イベントとかどっかなんかちゃんと出かけた時とかね特別な日に書くらしいです私は割とねなんかこうやって挟んでると毎日書くんですけれどもまあそういろんなね使い方ができるのでこれ別にさ日付入ってないんで毎日書かなくてもいいんですよなんで 例えば今日のねあのバチバチにコーディネートうまくいったなっていう日にこういう記録を残しておいたりとかついでにここら辺も書いたりとかそういうことしてもいいし私はただね食事の管理とか全部しやりたいので結構毎日書くことになっちゃいますねでこちらはですねあの紙マンネイスのインクでやっても裏写り裏抜けがし ほ、あの、ほとんどね、しないように、紙の厚さ、めちゃくちゃ厚くしてあります。まあ、めちゃくちゃ厚いって言っても、そんなね、気になるような厚さじゃないと思います。とりあえず、まあ、15ミリ以上のね、リング系使ってる人はね、これ入れたところで大したね、差はないと思うので、まあ、13ミリだと、あんまりね、1ヶ月分バーンって入れると結構占領されちゃうので、そこら辺はね、半分にしていただくとか、そういうね、工夫が必要なんですけれども、えー、15ミリ以上のリングでしたら、別に1ヶ月バーンって挟んじゃってもいいのかなと思います。 いますこんなね感じであってあとメモリストのこのカードケースねでこっちバジさんねでここら辺いろいろ入って付箋とかも入ってこっちにメモ帳を入れて226は完成と。でも今のところこうなってるんですけれどもただねまあジャケットっていうのがさ別にそれをずっと使わなくてもいいわけですよ。 だって世の中素敵なジャケットっていっぱいあるじゃん。なんで、私はね、下手したら多分ね、一日ごとにジャケット買えそうな気がするんですけれども、えー、昨日ね、悩んだジャケットをね、じゃあいくつか、ちょっとこの後紹介したいと思います。えーと、まずはですね、こちらですね、レーニエのクラッチジャケット、アッシュフォードですねで。こちらも13ミリのリングなんですけれども、ちょっと、ちょっと引き、引き,引き気味にしようか。全体見やすいように。 で、こんな感じで、で、レイニエさんはね、その時、あの YouTube 撮ってるから、過去遡っていただくと、レイニエのクラッチジャケットの開封動画っていうのがあると思うんですけれども、レイニエさんは何が素晴らしいかというと、収納が鬼ですもうここにもね、いろいろ紙物挟めるし、 こっちのポッケにもね、マジアイポッドタッチとかってすっぽり入るぐらい収納力があるポッケになっているので、まあ、例えばなんかペンとかもね、こっちにもペンホルダーあるんですけれども、こっちにね、ペンとかあとカッターとかハサミとかいろいろ使えそうなものとかもすって収納できて、私はここにペンをはすクリップで挟んでたんで、ここにクリッパーとかついてますね。挟んでました。あとリフィルとかもね、スコ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 入れ放題だし、で、こちらの方は差し込み式のリフィルパッドになっているので、 なんで書くときね、書くときは、ちょっとこっち、これでさ、書こうとするとさ、結構ここ、両端を押さえて書かなきゃいけないから、書くときはもうこれを外して書くとか、そういうこと、そういうやり方ができます。あとこういうね、カードホルダーとかもたくさんあります。これもね、考えたので、ガチジャケットねで。次、あの、アシフォードからじゃあ行きましょうかで。次は19ミリリングですね。19ミリリングのこちらのネオフィナードね。 ネオフィナードさんこれ表がピンクで中がねダークチョコあミルクチョコレートみたいな色になっておりますちょっと動画だとね全然違う色に見えてるかもしれないんですけれどもでこのリングの方も、えー、ローズゴールドのリングになっておりますでこれは1 9ミリなのでもうだいぶ入ります私のインスタグラムをさかのぼってめちゃくちゃ遡っていただくと信じられないほどパンパンになったネオフィさんがね拝めると思いますでこちらについてるのは可動式のペンホルダーなんで そのペンのねサイズに合わせてねこのぐらいのね軸の太さまで全然いけるので大抵の万年筆いけると思います。であとはシャルトルねシャルトルのイエローねでシャルトルのイエローもねあの考えたのよ。 今さ、チャリ乗ってるのが K3 っていう、ブラック×イエローのカラーリングなので、それにシャルトルとかも合うんじゃないのかな、みたいな思ったんですけれども、まあ今はね、ちょっとメモリストのやつ、今週は、今週はというか、今回はメモリストのね、ものにしました。で、こちらも19ミリリングなので、大容量ですね。かなりたくさん入るのと、で、これも可動式のね、ペンホルダーになっております。ただまあ、ネオフィナードの方がね、あのー、ペンの太さはめちゃくちゃ入るのかな。 多分これ以上引っ張れないもんね。ネオフィさんの方が太軸は入ると思う。これが限界ですね。ちょっと見ていただけるとわかると思うんですけれども、見てわかるこのネオフィさんの方がさ、もうすっぽり入るの。あ、あーこれもう人,差人差し指すっぽり入るんで大体ほんと入ると思います。こっちだとね、小指ぐらいしか入らないかな。か細軸の方が良さそうですね。 なんで、こちらね、両方ね、シャルトルはね、もう本当になんていうの、その、やっぱ見た目がね、とっても個性的ですよね。あ唯一無二っていう感じがします。今、ブラック再販されたのかな確かに、ね、人気な色とか、ブラックとかピンクとかが多分再販されたと思うんですけれども、ぜひぜひ、アッシュフォードのオンライントアーを見てみてください。これね、 これなんかエナメル的なね、加工をしてあるので、汚れとかもね、つきにくいし、汚れピッてついたとしてもさ、ふきふきすればね、大抵取れると思うので、で細かーいね、なんかラメが入っててね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。わかるこのツヤ感すごくないで動画とかさ、写真とかでもさ、これ撮るとさ、すっごいなんか、主張するじゃん。なんかやっぱ他の手帳と全然違うよね。なんでシャルトルのイエローもすごい迷ったものになっております。で、次ね。 次が、じゃあダヴィンチから行こうか。ダヴィンチのこのオリーブレザーですね。こちらもね、これも長沢でね、長沢のジャーナルスタイルで購入したものなんですけれども、これもさ、すごい個性的でしょここにちょっと大口のポッケがあって、こっちもね、ケースあって、で、これのね、オリーブレザーはね、もう見ていただくとツヤツヤなのがわかると思うんですけれども、多分ね、こんなもんじゃないです。きっとね、すっげえツヤツヤになります。で、このベルトのこの長さね、 このベルトがさ、やっぱり長いことによってさ、中身ね、多少無理して入れても、ベルト長いと、絶対になんか止められるんですよ。これベルトがね、短いとね、結構その、中身をパンパンに入れちゃうと、こんぐらいになって、パーンって。 はじいちゃったりとかするんで、このぐらい長さがあると本当ありがたいですね。で、こちらのオリーブレザーのジャーナルスタイルとのコラボのやつは、えっ、ー、とね、M5 もあって、M5 の見た目がね、とにかく可愛い,いです。M5 はマジで調べてみて、今もうっ ってるとは思うんですけれども、えー、ミニ6はねこう普通のこのベルトなんですけれども M5 に関してはもっと極太のベルトが入っていてそれがねすごくキュートなんで M5 のシステム手帳で今何買おうかなって迷ってる人がいたらぜひねオリーブレザーのその M5 も見てほしいですねでこれがダヴィンチねでもう一冊ダヴィンチなんですけれどもまあやっぱりロロマクラシックですよねロロマさんあ この子たちはね、ダビンチのやつってリング14とかが多いんだよね。なんで、この子も14かなと思うんですけれども、13だったらごめんね。まあ、13か14のどっちかだと思う。こんな感じでね、えー、ツヤの方もね、めちゃくちゃ出ておりますね。ただ、やっぱり今まで使ってたバイブルサイズとか英語の方がまだツヤツヤは増してるか。このミニ録はね、使ってた期間がすごい短いのでほ、ほとんどね、本棚で過ごしているんですけれども、まあ、これもね、使い始めればね、 やっぱりピカピカになっていく手帳なので。 今後はね、楽しみな手帳の一つなんですけれども、こっちもね、ロロマさんもすごい迷ったのよ。使うかどうかね。ただ今回は、えー、と、お休みと。で、次が、えー、と、ノックスですね。まあ、ノックスって言えば、こちらの王ーだと思うんですけれども、あ、ノックスって言えば、本当はピアスなのか。ただね、私、ピアスはね、持ってないんですよ。ピアス、確かね、普通のやつと、あと、プレミアムラインがあると思うんですけれども、 全然なんか持ってなくて、私はもうノックスって言ってやっぱオーセンのイメージがほんと強いですね。で、オーセンは、このね、わかるこの泣き皮って呼ばれるさ、これね、ほんとね、いくら使ってもね、へたることがないです、皮が。いっつもこの新鮮なね、音がします。 でオーセンも13ミリリングでクラウゼのねゴールドリング使用してるのでもうクラウゼのリングはねほんと開閉がすごい気持ちいいのでもうマジで全然違います <laughs> 結構高いシステム手帳とかにはクラウゼのリングがね採用されてたりとかしますねあとね今ね欲しいね手帳はねレッツのねシステム手帳が欲しくってレッツあの透明のさこの間お見せしたさ 透明のビニールのシステム手帳で、ここら辺だけに本側が使用してあるシステム手帳あるじゃないですか。あれのね、ミニ録がね、今ね、すごい欲しいところなんですけれども、あれもね、ちょっとね、今後買うかもしれないですね。あの、ミニ録のね、ブームがまた来たら <laughs>。で、こちらね、温泉ね。まあ、温泉はそんなにね、別に、す、詳しく説明しなくても、多分動画なんていっぱい上がってると思うから、そちらをね、ぜひぜひ参考にしてみてください。 まあ、王戦はいいよ。あのね、どのサイズでもいいから、王戦一冊持ってるとね、あの、心が豊かになります <laughs>。めちゃくちゃね、この子はね、ほんと匂いスンスンするだけで幸せになります。あと、えっ、ー、と、 次、ブレイリーをね、ブレイリーをかける、この長さのね、システム手帳、このジップタイプのミニ6ですね。これがまあ、あの、コラボで新しいやつなんですけれども、これ出た時、このジップタイプと、あとノートタイプでここにベルトをつけるっていうのが、2種類出てたと思うんですけれども、私はね、ジップタイプを買いました。ただね、ただなのよ。たださ、これさ、皆さん使ってる人に聞きたいんですけど、これさ、ペンホルダーめちゃくちゃさ、これでかい割にさ、 こんなペン入れたら閉まらなくなくない閉まらなくならない <laughs> どうなのあのー、これね、ペンホルダーをこうやって引き出して、このぐらい相当のペンを入れてしまうと、例えば、ちょっと待って。普通にこうやってプレジデントとか刺すじゃん。あの、ペンホルダーはね、本当に口が広いので、おそらくどのようなペンでもほぼほぼ入ると思うんですけど、ただね、ここまで入れちゃうと、まず、ジップがね、 ここで引っかかんのよ。ここで引っかかってスムーズにあの締めることができない。プラス、リフィルがね、こう、何？に、たわむのよね。なんか折れる。こう、なんていうのぐにゃーんってなっちゃうんですよ。ちょっと今ね、試せるかなちょっとこのシルバーリフィルを全部入れて試してみましょうか。たぶんこんなに入れなくても、そのたわむの分かると思うんだけど。よいしょ。 まあジップタイプの宿命としてこのリングのねこのあの押す時はねちょっとかなり力がいりますねちょっと待ってこれを一気に入れようっていうねその無謀な無謀なこのパティーねえ入らないかなちょっと待ってくれ待って待ってよい,よいしょ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  あでね、このシルバー小口とか、ちょうどね、シルバー小口とか、ローズゴールド小口とか、あとノックスのゴールド小口とかもそうなんですけれども、これね、小口に白が入ってるやつあの金、金とか銀とかになってるやつって、あの大体ね、このリフィルはね、リペ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 リして一枚ずつめくっていくパターンになります。これさ、昔さ、なんか明治時代とかなんかの本とかもみんなこうだったじゃん。あのき、切り開くみたいなね。まあ、それがね、あの、醍醐味なんで、これの、この小口がローズゴールドとかゴールドとかシル バーの醍醐味がこのペリペリリなんでこれはね味わってくださいこれだから不良品じゃないのでね。なんかたまにね、なんかこれを不良品だと思って切れてないみたいな感じで問い合わせる人もいるらしくって、これはね、不良じゃないですよ。むしろなんかちゃんとやってある、この、何、白眼ちゃんとやってある証なので、そこら辺のペリペリはね、楽しんでください。で、これ入れたでしょ入れたね。で、見て。あの、ここのさ、歪んでるのわかるこうなっちゃうのよ。 で、それこそさ、後ろ、前後にさ、プロテクターとか入れるじゃないですか。その、リフィルのね、あーと巻き込み防止とかで。そうするとね、余計ね、ここ、ここのね、ここにさ、硬いやつを入れるとさ、余計あれなのよね。ちょっと今、プロテクター外すのめんどくさいからいいや。あ、今は、ちょっと待って、これ平気だな。よいしょ。こんな感じでなって、ここ、 気になっっちゃってねここがここら辺からさスムーズになんていうの上がればいいんですけど結構ね多分ねこれねこのぐらい押し込まないと入らないんですよなんでそうするとさリフィルが <laughs> ペンホルダーさすごい広く作ってくれてるのありがたいんですけどあのこうなります。<laughs> なのでさあのあんまりねその万年筆太軸すごい入れられるんで入れられるんですけれども太軸を入れるとね多分リフィルねみんな多分こうなると思うのでそこら辺はねちょっとようわからんところですね確かねわーすごいなんか今ひやなんか軸傷ついて落としたな <laughs> なんであの エムとかのやつはね、そもそも M5 のね、こういうジップタイプもあるんですけど、ミネルバの M5 はそもそもね、ここのね、ペンホルダーね、マジ、何のペンも入れられねえような仕様になってるんですよ。うーんとね、入れられたとしてもね、ほんとこのキャップをね、シュって、キャップのこの、キャップのこの、なんだろう、うクリップの部分をね、入れるぐらいのスペースしかなくって、ほぼほぼね、あれにペン入れてる人ってほとんどいないと思うんですけれども、なんで、故にね、普通にこうやって開閉はできたんですけれども、こっちはね、 どうしたらいいのなんか解決策あんのかなそれともこういう仕様なのかなか私はもうここまで行くとねもう全然しあのー、押し込まないと閉まらないです。こうやってくってやってくってやってく、うん、って,てやってここら辺もねだいぶなんか無理してる感があるのでなんでこのもしさその太軸をさ入れちゃあかんっていうことであればもっとね心ねここ,ここのさ 可動式のペンホルダーはね、小さくしてよかったんじゃないのかなって思います。このぐらいだったらまださ、どうなの <laughs> 全然わからんけど。このぐらいだったらあれなのかなス,スムーズにいくのかなあー、まあ、このぐらいだったらまだいくわ。だからあれだね、その、もし、これ使うんであれば、一応可動式のペンホルダー、太軸は入るけど、太軸は入れない方がいいですね。入れると多分ね、リフィルがすごいなんか、 歪んじゃうので、で、このぐらいのペンの太さだったらね、まだいけるのかもしれないですね。センチュリーも無理だよね。いや、入るは、入るは入るのよ。入るは入るんだけれども、多分、普通にたわたわになっちゃうんじゃないかな。そうなんだよね。ここでつ、っかえちゃうのよ。なのでね、皆さん、あの、もしこれ使ってるさ、人で、 え、私のこの手帳だけおかしいのか、それとも、なんかみんなそういう仕様なのかがね、全然わからないので、そこら辺もし使ってる方いらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントをいただけたらなと思います。よし。ということで、あの待って、これ外さないとね <laughs>。だからね、ペンをね、そもそもこのペンホルダーを使わずに、ただここにね、入れるだけその方が全然スムーズに、 あのの入れられらるので、まあ、ちょっとねここら辺歪んでるけれどもなんでもし太軸入れたいだけどそのスムーズに締めたいっていう人はただこうやって入れるだけただ引っかかるな引っかかるわちょっと太軸はやっぱ鬼門ですね入れない方がいいかも。 ペンホルダー使うにしても使わないにしても。なのでこれをね外して。まあ、とりあえずちょっと今週はメモリストのそのシステム事長の13ミリリングですね。そちらをちょっと使って、またね今後ね、いろいろ なんかいじりたいなってなってきたら今紹介したようなこれこれらのねシステム手帳をねちょっと使いたいなと思います。ということでね本日も皆様見てくださりありがとうございました。ではまた明日ねお会いしましょう。バイチャー。手帳束を抑えるのが大変なんだよ。